ご意見も含めしっかり申し伝えたいと思います。本日はご苦労様でございました。ここで答えるここです。どこら辺ですか。ここら辺どこでもいいですよ。はい、はい、どうも。誰に向けてどこかな。代表幹事社の朝です。はい、どうも。じゃあ記者さんよろしいでしょうか。はい、じゃあ幹事社の朝です。はい、どうも。2点ほどお伺いします。はい、知事に辞職を求める動きについては社会派からも同様の動きがありまして、で同調を求めているというところでもあると思うんですけれども、今回維新として独立してこのように、辞職、まあ、あるいは出直しも含めて申し入れる理由というのはあるのか。やはり他の党とは我々ちょっとスタンスが違っていて、あくまでもその真相究明というものは今行われて百条委員会、それからこれから始まる第三者委員会機関においての調査できちんと調べるべきだと、そこは変わっていません。ですけれども、まあ、これまで の知事の発言、それがまあ十分にその国民の、まあ、県民の理解を得られるものになっていないということ、そして、まあ、百条委員会を通して分かったことは、まあ、知事の職員とのコミュニケーションがまあ著しく不足していたこと、まあ、こうしたことを考えると、まあ県政の修復を、まあ、知事がおっしゃっているように本当に前へ進めるというんであれば、これは、ね、改めて民意を問わなければいけないと、そのご自身が言ってきた説明、そしてご自身の今の立場、これについて民意を問う。我々政治家というのはその民意を受けて、そして信任を得て、そして託されているんですから、その土台が揺らいでいるということであれば、もう一度その民意を問う努力をすべきだというのが我々の考えですから、そういう意味では今のその、まあ、知事、まあ、やめろという、まあ、キャンペーンになっているような各党とも少しスタンスが違うと思います。 ですから、まあ、我々の独自でのこういう出し方になったと、こういうふうに考えていただければと思います。はい、そうすると自民会派が12日にも申し入れをしている、はい、動きには維新としては賛同しないということでよろしいですか。はい、基本的には乗らなくて我々の中でやっていきたいというふうに思っています。はい、もう一点お伺いします。はい、出直し選挙を求めているわけですけれども、はい、仮に出直し選挙が行われて斉藤知事が改めて立候補なさった場合には維新としては推薦など含めてどういった対応を取るお考えか聞かせてください。そこは今日の藤田幹事長の会見でもありましたように、そこは我々今のところまだ考えていないというか、まあ、結論に至っていません。知事がこれまでやってこられた、まあ、県政改革というものの評価もきちんとしていかなければいけないですし、それからこれまでの百条委員会でのご本人の説明、そしてあとは県民の、まあ、そのどれほど今知事に対してのあれなんていうのか指示があるのか、まあ、そういうことも等々も含めてですね、きちんと考えるべき問題で、今のところではそこは何も決まったものはありません。はい、幹事社から以上です。いいでしょうか。毎日新聞振りたと申します。ただ目の前に伺います。はい、今回の決断をやる前にですね、今日本審の会として、はい、知事とは直接コンタクトを取って何らかその話し合いを一つ出して今回の決断に至るということ、それともそれはもう兵庫維新の会のメンバーの中ではやってない。そこの言い方難しいですけども、とりあえず兵庫維新の中での議論はしてきました。特に、まあ、県議団の人たち、それから兵庫維新の中の執行部、それからもちろんこれ推薦が党本部推薦ですので、党本部藤田幹事長を含めた党の幹部とも話をしてですね、それで、まあ、斉藤知事にも何らかの形で、まあ、アプローチをしてという中で、でまあ、最終的にはもちろん我々維新 の考えですので、斉藤知事は特別党員にもありませんから、あくまでも知事選で推薦したという関係なので、我々の中で考えたということです。はい、いいですか。はい、どうぞ。読売新聞記者です。まず、今回の辞職要求を斉藤知事が、はい、もし受け入れなかった場合ですね、はい、その場合は信任決議もあるということでよろしいでしょうか。はい、もしこれを、まあ、知事は対極的な見地で、やはりそのこれ以上この混乱を大きくすることなく、
まずその民意を問うということをやっていただくというのはもう大前提になると思います。そしてもしそれを受け入れていただけない場合には、まあ、次のアクションとして考えられるのはまあ不信任の考えでしょうから、まあ、それについては我々も考えていくことになるかなと思います。不信任決議を出すタイミングというのはやはり高い派とももし出すのであれば調整はもちろんされるような形にはなるんでしょうか。そこはまだ正直言って基本的に考えていないですけれども、まあ、高い派からまあおそらく話が来るのであればその話を聞くことはあるかなと思いますが、で最終的にその、まあ、議会運営上その不信任案というものが単独で出せるのか、出す場合には全部共同提案になるのか、そこもちょっとよく分かりませんから、まあ、そこのこう議会上 の、 手続きも含めて検討することにはなるかなというふうに思いますけども、はい、先ほどですね、自民党さんが出された辞職要求とは、うん、まあ、スタンスが違うかなというお話が出ましたが、うんうん、その具体的な自民さんの考えていらっしゃるところ、ここが違うという、はい、その自民党との違いは、例えば百条委員会を取っても違うと思っています。百条委員会ご覧になっている方は分かるかと思いますが、もう結構あれですよね、知事を糾弾するような形になっていると思います。百条委員会というのはあくまでも民主主義に基づいた公平な制度であるべきなのに、あたかもその斉藤知事を辞めさせるためのようなやり方になっていると思います。それから情報漏洩も結構甚だしいですよね。本来守秘義務があるべきなのに、その委員の方がその、まあ、作業過程の、まあ、情報を漏らしたりだとか、ヒアリングされる方の、ね、所属先を、まあ、漏らしてしまったりだとか、まあ、そういうふうな百条委員会の運営になっている。だからこういう議会運営というのもきちんと直さなきゃいけないと思いますし、それを今やってらっしゃるのが自民党さんですから、そういう意味で自民党さんと一緒にはできないなというか、百条委員会に対しても、もっとその客観性、それからまあそのなんていうのか、きちんとまあその証人だとかの人たちの守秘義務を守れるような、そういうようなことをやらないと、まあ、今後、まあ、百条委員会も続くと思いますけれども、その証人で来た方っていうのが、まあ本当に、落ち着いて本音できちんと話せるのかなというか、今の百条委員会を見ているとそういう懸念も多分にあります。ですからそういう中で我々が自民党と一緒にこれ出すというのはちょっと違うなというか、我々は維新としての筋をしっかり通して公平に公正に真実を解明しつつも、今のこの、まあ、斉藤県政が、まあ、ちょっとこう停滞をしていることに対してきちんと知事に、まあ、真を問えと、民意を取ってくれということを我々は言いたい。だからそういう意味では違うというふうに言えると思います。はい、そのいわゆる職員とのコミュニケーション不足や県庁を前に進めるべきという意見はあっているけども、そもそもその百条委員会でのああいうやり方そのものに対してやっている自民党さんとはやはりこの同調することはできないというような形です。はい、はい。あともう一点、昨日ですけども、8日に、県議団の皆さんとオンライン会議が、はい、行われたと思いますが、片山代表もそちらの方には県議団の会議は基本的に県議団の中でやることなので、私は岸口団長から事前に報告を受け、そしてその終わった後での報告も受けという形なので、その県議団のオンラインの会議そのものに私は出ていません。はい、このオンライン会議というのは急遽設定されたと聞いたんですけども、それはどういった経緯だったんですか。これはその、まあ、岸口団長の方に聞いていただいた方がいいかと思うんですが、やはりその前の日に、まあ、前の日か、その5日と6日に、まあ、行われたので、百条委員会の承認尋問が行われたので、まあ、それを受けて、その、まあ、委員の方は3人入ってら、岸口団長含めて3人入ってらっしゃいますけど、うちの県議団21人いますから、その情報共有も含めてっていうことだと思いますけれども、はい、だから急遽というよりは、まあ、ある程度想定された中で。おやりになったというふうに私は認識しています。はい、そこではどのような意見が出たというふうにお伺いしています。まあそこはいろいろな意見が出たということは聞いています。ただまあちょっとそれについては県議団のオンラインの中でやって、私はあくまでも聞いた立場ですからそこまでいなかったですし、ちょっとそれは言うのは控えたいというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、はい、待てないほど県政の停滞が感じられるということがあったというふうに。
そう思っていただいて結構だと思います。我々はやはりそのきちんと真相を究明することが大切だと言ってきましたけれども、ここに来てそのこの証人尋問を受けてのやはりそのまあメディアの皆さんの書き方、それから含めてやっぱ県民の皆さんの不安、やっぱりそういうものはやはりその結果を待つのよりもちょっと早めなきゃいけないという意味で、我々そういう意味での軌道修正と言わればそうなると思います。ですから事実解明と同時にやはりここまでそのまあ修復ならざるを得ならざるな修復ならないぐらいまでちょっとこうなってしまった、まあ、その県政の停滞をまあ解消する、これをもうある程度同時にやっていかなければいけないのかなという判断になったというふうに思っていただければいいと思います。はい、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 そうです。今日実は県議会の視察が入っていて、岸口団長はちょっとこう県内の他のよそのところに行っているというのもあったので、名代という形なのか、その視察が入っていなくて、しかも、まあ、今回 の, そのこの件については若手のこう県議会議員、1期生の県議会議員の皆さんもいろんな考え方をお持ちなので、だからちょっと若手を代表してというか若い方たちにちょっと来てもらったということです。特にそこに何か意図があるわけではなくて、公務というか公務の都合上来れなかったというだけです。はい、はい、どうぞ。はい、山田大臣、常々のセンタープラザの会議では自分たちは知事与党なんだ、知事を支持し続けるというふうに会見でも言ってらっしゃいました。一番その、変わったポイント、片山さんご自身はどのようにお考え。我々与党であることには変わりはないですけれども、今回のこの問題についてなんかこれを擁護するというのと与党はまた違うと思っています。我々与党というのはあくまでもその政策についての是非において与党している立場からその県政運営を見ていく立場ですが、今回のこれについてはまた擁護ではなくてきちんとした立場で見ていた。そして先ほどちょっと話にも出たように、やはり今ここに来て、それ来週から県議会の定例会も始まるにおいて、やはりここまでその県政が停滞している現状を鑑みれば、やはりその真相究明を待つというよりも先に我々維新としてアクションを起こした方がいいと。そしてしかも我々はそういう政治的思惑ではなくて、その県民のことを考えて、そしてそのやっぱり民意を問うと、やはりその何かが揺れ動いたときにはやっぱり県民にまた民意を問うことが大切だと、そういう思いで今回のことに至ったという、そういうふうに考えていただければというふうに思います。今日お手渡しになられた県議団の皆さんにもお伺いしたいんですけれども、5日6日の百条委員、岸口さんはじめ、3人の方が出ていらっしゃいましたけれども、ご覧になられてどの点が今回の申し入れに至る県政の停滞であるとか、維新がもともと進めてこられた若者 Z 世代の支援であるとか、どの点が一番停滞につながったのか、あと、知事 のコミュニケーション不足につながったのか、それぞれお考えがあると思うので教えていただけますでしょうか。じゃあそれぞれ、はい、じゃあそれぞれ話せる人はどう話せるかな。やはり8月30日の時点でやはり私たち県議団もいろいろ意見を交わしまして、でその結果やはり辞職に至るというか、そういった方向性になりました。ただやはり慎重な考え方もありますので、5日6日の判断を待ってからという考え方だったんですけども、一定の方向性としてはやはり辞職の方向で考えてました。それはなぜかと言いますと、やはり百条委員会の在り方、先ほど片山代表がおっしゃってたように百条委員会の在り方がやはり私たちには疑問点が多くあったので、やはり県民の皆様のためにも、そして兵庫県のブランドがどんどん下がってしまうと、これから兵庫県に住みたいとか働きたいとかいった人たちがもしかしたら減ってくるかもしれないと、そういったリスクも考えると、やはりそういった方向性を考えざるを得ないのかなと思って、今回このような提案をさせていただきました。はい、お名前もお願いします。私は兵庫の県議会議員の中村大輔と申します。ありがとうございます。はい、された斉藤さん。あ、はい、兵庫県議会議員の斉藤直弘と申します。
まあ、もう一度質問をお伺いしてもいいですか。はい、第5からご説明が、常ですね、県政与党というか、最高最高地域与党としてご一緒にって言ったらあれですけども、ぜひ特に若者 Z 世代の、支援などは維新としても重要政策として進めてこられた。その上で、百条議が始まり、26日30日と今回の9月の5日6日の知事の答弁、聞かれたのがポイントだというふうに片山代表おっしゃったんですけれども、その後、皆さんがオンラインで会議したとしたら、斉藤さんご自身はどこが今回の申し入れに至ったか、力強く副知事も今日、渡していらっしゃいましたけど、どこがポイントだったのかというのを教えてもらいますか。はい、ありがとうございます。私自身は、個人的な話にはなるんですけども、まず、維新の政策、政策与党としてというところで、是々非々な立場を取ってまいりました。その中で、やはり若者 Z 世代に対してしっかり支援をしていくというところに関しては、我々日本維新の会、維新の会県議団としても、共感をしていたところでございます。その上で、やはり県政を進める上で、先ほども述べさせていただきましたが、コミュニケーション不足の部分であったり、しかし百条委員会でありましたら、社会、道義的責任という部分もありましたし、その県政を進める上でリーダーシップの部分で、これから少し厳しいのではないかというような、ものが感じられるものがありまして、やはりそれを今の、斉藤知事ではなかなか厳しい、政策的には同調する部分はあるんですけども、それを進めていく上では、力強く進めていく上では厳しいのではないかと感じているところでございます。はい、県会議員の椿と申します。片山代表も、あと党の方でも藤田幹事長が記者会見で申し上げている通りなんですが、私としてもずっと百条委員会で直接傍聴する中で、やはり知事の受け答えの中で、やっぱり県民が納得するような返答が得られないっていうところも多々見受けられてっていうところも踏まえて、もう今回この党としての選択、辞職か出直し選挙っていうところなんですが、もう知事に決断して県民に姿勢を見せていただきたいなと思います。はい、今日の申し出の趣旨なんですけども、出直し選挙については、その強く求めるという趣旨ではなくて、あくまでも知事がその 続投を考えておられるのであれば、出直しをすべき。おっしゃる通りです。まずは辞職を求めると。それでもしご本人が検査を前に進めたいと今言ってらっしゃることをやりたいんであれば、出直しをやってくださいということです。今のままで県知事を続けるのは難しいんじゃないでしょうかっていうのが我々の考えですね。はい、一方で一定責任をやはり感じられて、もう身を引くということであれば、それはそれで。もちろんです。もちろんです。はい。はい。今日9日に申し入れされましたけども、はい、もともと自民とか県民でも本命が12日に出てきました。はい、その12日と同じタイミングではなく、この9日にやったというのは、もともとその申し入れること自体は、自民さんとかそれが先に先週の金曜日の時点で決められたわけですけれども、この週末に急遽話し合われて、で今日9日という、その日程を詰めたのは、これはどういう理由ですか。これ、8月の30日に1回、藤田幹事長が来られて会議をしたときにも、その9月6日の2回目の承認尋問を終えた後に、党としての対応を速やかに決めたいというふうに言ってたので、そういう意味では我々スケジュールは変わらずそのまま終わった金曜日の夜から、ちょっとどうするのかという議論を、最終的な議論をしたというのでありますから、それで週明けに出したという意味では、別に我々のスケジュールでやってたというだけで、自民党さんのその12日がどうだとかでは全く関係なしに、我々の判断でやったというだけです。当初言ってた通りという。はい、そうです。当初の予定通りです。はい。はい、どうぞ。今回、自民党さんが高い派にも呼びかけて、なるべ
だけ多くの会派で辞職要求するというふうなお話されてましたけれども、そういったその打診に対してはどのようにお答えしていますか。まだきちんとした打診が公式には来てないんじゃないかなというふうに思います。もし来ればそれは私のところにも岸口団長経由なのかな、きっと話があると思いますし、そうしたらそれは一応党本部とも相談をしながらなと思いますけど、ただまあ ここまで今述べてきたことを考えるとなかなかそれに一緒に乗ってという感じではないかなというふうに思います。はい、だからそこは我々としては先ほど言ったように我々の、筋の中できちんと知事に、辞職、そしてもし続けたいんであれば出直しを求めるということですね。あとやはり真相究明をしっかりやると、それにはやっぱり百条委員会の、客観性をきちんと担保できるようなものにしていかなきゃいけなくて、その運営についても今我々は正直言って疑義を持ってます。それはやっぱり委員長がこう振りかざしてなんか高圧的に言うのはとてもじゃないけど公正な、なんていうのか、調査というのはちょっと違うんじゃないかなと私は思っていて、やはりそういうようなことに対してはやっぱり我々はちょっと同じ歩調で全てやるというわけにはいかないというふうに思っていただければと思います。はい、そういうことです。はい、はい、ちょっと細かいところなんですけど、今日は知事への申し入れということでしたけれども、受け取ったのは副知事が副大という方にいらっしゃっていましたが、その理由とかって何か起きてない？そこは聞いてないです。アポイントメントを取ったときに対応を副知事でという話だったので、我々はそれは基本的に文書が知事のもとには今きちんと届けるというふうに副知事おっしゃったので、ここに知事が出ていらっしゃらなくてもそこは問題ないと思って副知事と聞いておりましたので、それはそれでいいと思います。はい、たびたびですね、毎週も聞いたんですけれども今回決定される前にですね、党維新の会と党本部の方でも協議をかけたと思うんですけれども、会場を、それから国連の執行部も含めて、それから外務も含めてかけたと思うんですが、その時にその、意見の総合というかですね、県議団の方としては例えば百条委で結構県知事を擁護される方に、いろんな意見があると思うんですけれども、党本部の方は、おそらくもう知事はもうやめた方がいいんじゃないかという意見の方が強かったと思うんですが、そのあたりでこう今回の最終決定するときに最初のこの週末そこはあんまりなかったです。その8月30日の時に藤田幹事長がいらっしゃった時にその県議団の考え方も全部聞いて、それであとは兵庫維新の執行部としての考えもお伝えさせていただいて、で最終的にはその藤田幹事長とあと私とあと岸口団長の、にある程度こう、任せていただくような話でまとまっていましたので、そこは何も問題はなかったです。はい、5日6日の百条委員の状況を見ると、そこで意見を変えるような状態ではなかったという感じですね。例えば公益通報でもやはりその証言の中での食い違いもあったりしましたよね。やっぱああいうのを見ると基本的にあれを聞いて全て納得できるかどうか、あとは専門家の方はある程度違法性を指摘しているけれども知事の方は違法性はないという判断でしたし、ああいうところは結局平行線のままになるというか、そういう意味ではきちんと納得していただけるのかなというか、県民にはね、やっぱそこら辺のそういうようなことも最終的な判断にはなっていったということ。産経新聞の方です。知事が辞職した場合、出直す選挙であっても、また別の、出なかった場合でも選挙が行われると思うんですけれども、維新の解散として新たな知事候補を設けるだったりとかっていう議論をされているんでしょうか。そこはまだ議論してないです。それで藤田幹事長が会見で言ったように、それはいろんなケースがあると思います。今はとりあえずこの県政の、停滞を止めるための我々申し入れをして、今後いろいろな動きが出てくるでしょうから、それにある程度構えながらいろんなパターンを我々想定しながらやっていかなきゃいけないなというふうに思ってますけど、今後議論は進めていくもちろんです。だからいろんなケースを想定しながらある程度議論はしていかなきゃいけないことだと思います。はい、
はい、今の話でですね、その、まあ、いろんなケースがあるかと思うんですけど、出直しの時にですね、その最高知事を引き続き支援するというケースっていうのはどういうケースだと思いますか？そこは全く基本的に知事選挙につい知事選については党本部マターなので、ある程度私の口から経験には言えないと思いますけれども、まあ、この斉藤知事が、まあ、知事になってからある程度こう県政改革をやっていこうとした事実はあるかと思うんですね。あとその我々維新が訴えている教育の無償化に、まあ、近い形で県立大学の無償化とかやってこられたので、まあ、そういう、こう個々の政策をきちんと我々は評価、もう一回やり直してもいいかな、ね、はい、その個々の政策をもう一回評価しなければいけないと思います。それは今実際に県議団に作業を始めてもらっていますかね。それをやりながら、それをやりつつ、まあ、その今のこの状況を見て本当に知事が進める県政を前に進めていくということ、そしてこの、まあ、県庁職員との信頼関係を修復できるかとかということを、まあ、我々としてきちんと分析をしながら最終的な判断になっていくのかなと思います。今の段階でそこはちょっとどうだっていうのはきちんと答えられませんけどね、はい、今の状態でもその職員との信頼関係とか政策を前に進めることは可能だというふうに見方としてはあるんですか？可能かどうかというのをきちんと見ていくことになるのかなというふうに思います。過去にやってきた、この3年間でやってきた政策についての評価というのはきちんとしたいなというふうに思ってますけど。どこか辞職勧告という形だったかと思うんですけど、はい、吉村さんの方から説得をされたけども、今朝知事の囲みの方では知事がまあ辞職をしていたかと思うんですけども、はい、今後はその不信任案になるかなと思うんですけども、はい、維新とその自民党とは別のアクションという可能性もあるんですか？これもさっきの質問であったように、別のアクションでできるのか、あとは議会の手続き上それは同じものは一つにまとめなきゃいけないのか、ちょっとその手続き上の問題ももうちょっと私はちょっと調べなきゃいけないなというふうに思ってるんですが、それによって対応も変わってくるのかなと思ってますし、それで我々が今回その辞職の申し入れ出した趣旨というのは、ですから自民党さんとはちょっと違うところがありますから、そうするとその先の不信任というものも基本的には別で出せるんであれば別なのかなと思いますが、ちょっとそこはまだ最終決定できてないし、議会の手続き上の問題も改めて調べてそれで最終的に決定していきたいというふうに思います。手続き上の問題が結構手続き上の問題だけじゃないですけどね、まあまあ、いろいろ考えながらというふうに思っていただければと思いますけど、はい、いいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい。